はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。三方よしの堅実なネット物販の情報発信を行うことを一つの使命としてこちらのチャンネル運営しております。もし今回の動画参考になったなって方は高評価、チャンネル登録の応援いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。前回、前々回とライブ配信でユージさんのゾーンという言うなりゃ情報商材が炎上している件についてお話ししました。ゾーンというのはウェブ制作とマーケティングを同時に学べますぜっていうお得です。

と思うんです。まあとにかくそういったいきつい言い方すれば化けの皮が剥がれたような状況で今本人も正直てんやわんやしているというかかなり追い詰められていると思います今回は意識高い情弱ビジネスっていうのは簡単に言えばポンジスキームみたいなものだっていう話とその中でよくネットビジネスの上に立っているような人が自分の周りの5人の平均月収があなたの月収ですよみたいな発言をよくして自分のところに自分はお金持ちだから自分の近くに くればあなたも年収上がりますよ月収上がりますよみたいな言い方で集客をしている人がいるのでその発言の罠について話をさせていただきます最後に今後まあ、自分が言うのはおこがましい話なんですけれどもまこなり社長とかユージさんみたいな虚言要するに自分のことを等身大以上に金箔ペタペタ貼って大きく見せて今まで情報発信をしてしまって現在問題が起きているような人たちが今後生き残るためには どうすればいいのかっていう話もさせていただきたいと思うんですね。自分は2012年にネットビジネスを始めて、2013年の5月から IBS っていう1000人規模の、与沢翼町の前、パンダ渡辺、カッコ、K、省略、カッの方々に直接教えを凍うた時期もあるし、可愛がられたり、チヤホヤされた時期もあるし、ものすごくおかしいなって思った時期もあるし、今はネット物販講師として、ちゃんとですね、 中国の工場に行ったりだとか、卸市場に行ったりだとか、それをアメリカアマゾンで販売するっていう、まあ、っ当なネット物販ビジネスを行っている状況に今もう落ち着いていますので、そういった経緯も含めてですね、自分の周りでもバタバタ倒れてる人っていうのが多かったし、1000人規模のネットビジネス塾の中で、まあ、目立ってた人っていうのは20人ぐらいなんですが、その20人ぐらいの中で生き残ってる人もほとんどいないですし、講師レベルの人だって、まあ、ほとんどの人が今生き残ってないんですね。当時講師として少 少なくとも箔がついててチヤホヤされていた人も今ほとんど生き残っていないので、まあ、バタバタ倒れてる中には逮捕者も出てるっていう周りの状況今までの経緯っていうのも踏まえてですねアドバイス的な感じで話させていただければなっていうふうに思いますこのご時世10年前自分がネットビジネスバキバキにやってた頃と違ってですねデジタルタトゥーだとか要するにツイッターの拡散力だとかそういったものっていうのがあの頃とは比べ物にならないぐらいでかくなりましたその中 中で youtube で情報発信するっていうのはまあ、真っ当な話をただしてる等身大の話をしてるだけだったらいいんですけれどもこうすればあなたは億万長者になりますみたいなね自分をとにかくでかくでかく見せようとするようなやり方っていうのはまあ細い綱を渡っているようなものなんで危なっかしいな危なっかしいなと思って見ててまこ、あ、小成社長の場合100万人近く95万人チャンネル登録者がいるのでその中でさらに箱が変な風についてしまって大き,大きく大きく大きくなっちゃって結果わけわからないことになって しまっっってているるのでででもうう戻れなくななく自分で立っちゃって先に進んできたような感じなんで逃げ道を作ってあげる必要っていうのがぶっちゃけあると思うんですねだってそうしないと最悪自殺するだとか、自分が思うにやっぱ一人の人間としての尊厳はしっかりとね認めてあげる必要があって、その一つっていうのが逃げ道を作るってことだと思うんですよ、よ、まあ、逃げるなって言いたい気持ちは分かるんですけども要するに人として命を絶つだとか、そういう愚行には走らないようにするだけの余地っていう 多少作ってあげないと人ってね本当にやばい時にはうわーってなって鬱的な症状が出てほんのちょっとした些細なタイミングで自殺未遂をしちゃうだとかそういうことにもなりえるのでそこまでやるのはねいくらボコボコ叩いている人たちも 不本意だとは思いますからそこの部分の余地っていうのを自分が少し作れればなっていう気持ちでまあ、届かないメッセージだとは思うんですけれども自分のできる限りの話をさせていただきたいと思いますまずですねちょっと自分の経歴と交えて早速話をさせていただきたいんですけれどもその IBS という専人規模のネットビジネス塾に入って自分が行った手法っていうのはキャラクターブランディングっていう手法を取ったんですね当時の自分っていうのは本当自分に自信がないし何も持ってないって っって思って思た今思えば、教育業界で10年やってきたっていう経歴があるので、決して何もなかった人間ではなかったと思うんだけれども、例えばネットビジネス上でアフィリエートで実績出していたわけでもなく、ネットブ販パやっていたわけでもなく、FX やっていたわけでもなく、まあ自分何も持ってないぞっていうところからのスタートだったんで、何も持ってない自分ができることは何かっていうと、嫌な言い方すれば、客寄せパンダだったんです。キャラクターブラディングっていうのは、自分に何かしらのキャラクターをつけることによって、 周りから注目を集め、なんだこいつ変な格好してる面白いやつだと思ったけど、実はすごいやつだったんだっていうのを、後ろにくっつけられれば、もしくっつけられればキャラクターブランディングは成功なんです。ただ自分自身は何も持ってないと当時思っていたので、そのキャラクターブランディングをやることによって、ネットビジネスの上の方の人も、こいつを使ってなんかうまいことやれば儲かるんじゃねえかっていう気持ちにさせて、上からも人を近づけていく。冷蔵的な発想なのかもしれないけれども、 ネットビジネス界のそのトップの10人の人たちの誰かが自分を見つけて自分を通して何かキャンペーンなどをやれば自分にもはした金ではあるんだけれどもはした金って言ったってそのネットビジネスの当時のね例えばプロダクトローンチっていうのは一発で3億円稼ぐなんていうことがよくあったので自分は文字通り客寄せパンダピエロの役っていうので生き残っていこうっていう戦略に出ましたしかしながら結局中身が何もない人がですねいくらキャラクターをブランディー 嘘で嘘で嘘で虚構で自分を腰固めたって全部ボロってボロが出た瞬間もう失墜したじゃないですか今なんかまた戻ってきてますけれども戻ってきてるって言っても詐欺師が戻ってきてるだけなんで果たしてそれがどれだけ効果のあることが正直わかりませんよってキャラクターブランディングを突き詰めていこうと思って突き詰めてたんですけれどもその結果自分が得た結論と というのは最大のキャラクターブランディングっていうのは非ブランディングである。 っていうのが結論だったんですね。要するに、一番自分を出したいのであれば、業界で儲かりたいのであれば、自分を一番出さないやり方っていうのが一番賢いぞっていうことに最終的には気づきました。結局、情報商材ビジネスの輩らがやっていることと同じなんですが、自分が前に出るのではなくって、誰かを操作して自分は後ろに立つ。もしくは少なくとも自分が前に出た時に自分の後ろに神を作る。自分が教祖になった場合、その後ろに神を作ることに

もうそういうビジネス自体やめました。 でネットビジネスを堅実に行うっていう状況に至って今に至るっていう流れなんですねここでまこなり社長だとかゆうじさんが炎上している件に話を戻します意識高い系の情報弱者っていうのを取り込むようなビジネス要するにこの五つを行えばあなたは億万長者になれますだとか仕事ができる人が行っている四つの法則だとかまあわかりやすいなんとなくの数字とですね別に根拠のない数字ですけれどもあとはなんとなく自己啓発本の見出しに よよく書いてててあるううなテーーマで人をわわって集めてうわーこの人すごそうだ、すごそうだってやっているようなやり方って、まあ、言うなればキャラクターブランディングと大差ないんですね。だって実態が伴っていないわけですから。で、そのやり方っていうのは、すごそうだ、すごそうだって近づいてって、本当にすごかったらすごいんだけれども、それで成立するんだけれども、ユージさんにしろ、マコナリさんにしろ、全然すごくないっていう部分が露呈しちゃってたわけじゃないですか。自分の の半分え web 制作のコンテンツの半分っていうのは借り物借りパクしたものだし。まこなり社長だって、自分が600人の社員を抱えている企業の社長です。っていうのを売りにしてたんだけれども、そのうちの300人をね。自主的になのか強制的になのか、別にして語ればリストラ的なことをしてしまったっていうのでもう全然ダメじゃん。っていうのが分かっちゃったわけですね。キャラクターブランディングや信者ビジネスっていうのはその嘘が露呈した瞬間に全部ぶっ壊れるシステムなんですよ。だから細い紐の綱渡りを。 なと思って、まこなりさんやゆうじさんのことっていうのは、俯瞰的に静観させていただいていたわけなんですが、案の定っていうところがありますね。もうこれはしんどいなっていうふうに思っているんですが、こういった意識高い系情報弱者ビジネス情弱ビジネスっていうのは簡単にはポンジスキームみたいなものなんですよねポンジスキームっていうのは投資資金を募るんだけれどもそして何かに投資した体を装って、その投資資金の一部っていうのをちょっとずつ配当金として何ヶ月か支払うと で、何ヶ月か支払っていると、あ、ここちゃんとしてるところなんだっていう風に投資者の人だとか、あとは投資見込み者の人が感じて、さらにお金を入れてくれるわけですね。他の新しい人が参入してきたり、一回投資した人が、あ、もう安心だと思って増資を行ったりだとか、そしてお金をかき集めるだけ、かき集めたタイミングで、どっか飛んじゃうっていうのがポンジスキームのやり方なんですよ。で、ポンジスキームっていうのはもちろん完全な詐欺ではあるんですけれども、ポンジスキームのゴールは逃げる。 飛ぶ、消えるってことなんですねどっか飛んじゃう。タイだかシンガポールだかに飛んじゃう。それが最終的なゴールなので、詐欺として成り立っちゃってるんですよ。しかしながら、ま、こなりさんにしろ、ゆうじさんにしろ、まあ、詐欺とは言わないけれども、自分のことをでっかく見せすぎてしまった。これ実業家っていう言い方の対義語として、虚業家っていう言い方があるんですが、虚業家の方で突っ走っちゃったし、逃げ場っていうのを自分で作れていないわけですよね。YouTube95 万人登録者がいるの捨てられます。 かとユーチさんだって YouTube 上で集客をどうにかこうにか行ってきたのを YouTube 捨てられますかって言うと捨てられない逃げられない自分で逃げられないやり方で自分を大きく見せちゃった人っていうのは逃げ道がないので一番精神的に追い込まれるのではないかなっていうふうに思いますハロー効果もバチバチに使ったやり方っていうのはですねお金持ちになりたい生徒を集めてでお金持ちになりたい生徒の学費がその人の収入になってでさらに月収が増えてそれを売りにさらに集客をするっていうビジネスモデル なので嘘から出たまことで以前の虚言の月収っていうのがもちろん現実化はするんだけれどもそもそも嘘つき掘ったんで始めたことっていうのははっきり言ってビジネスとすればね最初のボタンかけ違って先に進んできちゃったものなので、まあ、いつかそのボタンずっとかけ違えて先に先に進んでってもここまで来た時にもうどうしようもなくなった時にすいませんでしたじゃあ済まなくなってしまうっていうオチになるわけですね。鴨からのの資金やをを信信者ににすることによって巨業の信頼性を アップさせてさらにカモを集客するっていうビジネスモデルなので被害者も生みますし自分自身っていうのがさらに大きく見せなきゃ大きく見せなきゃっていう形で嘘に嘘を塗り固めるような進め方でしかビジネスを大きくできないのでまあ、ビジネスとしては破綻しているやり方だっていうことです次に2つ目のトピックなんですが自分の周り5人の平均月収があなたの月収ですよっていう言葉の罠これねネットビジネスの怪しい人ほどこういうことを言いたがるんですよこれって 一見すると、カモの人から考えれば、その億万長者だって、自称億万長者って言ってる人に近づけば、自分の周りの1人が億万長者になるので、自分の月収が増えるって思ってる人、結構多いと思うんですよ。よ自分の一番近くに億万長者が いれば、自分自身も億万長者になれるっていう発想に思われるかもしれないですけど、現実をお伝えしますね。上弱ビジネスの発信者に近づくってことは、要するに自称億万長者ですって言ってる人に近づくっていうことは、その人が5人の中の1人になるんじゃないんですよ。その人に近づく、カモの人たちが自分の周り5人になるってだけなんです。億万長者にその人が近づいた、 っていうことと、その億万長者の周りの周囲5人にあなたが入るっていうことは全く別の話っていうことですね。これ例えばアイドルとかに例えれば分かりやすいと思うんですけど、あのアイドルに憧れた女の子が、例えば AKB だったら AKB になりたくって、握手会に100回行っても AKB になれるわけではないじゃないですか。なぜならば、AKB の握手会に行った時に自分は AKB にめっちゃ近づいたって思うかもしれないけれども、実際あなたの周りにいる周囲5人は AKB のファンであって、 AKB ではないわけなんですね。よって、本当に AKB になる可能性がある人は、もちろん AKB の握手会に行って、わーすごいなーって思うことは思うことでいいんだけれども、AKB になろうと思って一生懸命本当にダンスの練習を行っている人たちだったり、あと美容について切磋琢磨する美しい友達であったりだとか、AKB になるために必要な要素を一生懸命真摯に一歩一歩積み重ねている人の近くにいた方が、AKB に近くなると思うんですよ。 これと同様に、億万長者の近くに自分がいるっていうのは、ある種の錯覚です。そこの一方通行、双方向性になってないっていうことを理解しないと、自分の周り周囲5人の平均月収があなたの月収ですっていう言葉を、課題解釈して、これ日本語教育学だと過剰半化っていうんですが、過剰半化で捉えて、じゃあ億万長者に近づけば自分の月収が上がるっていうふうに、まあ、錯覚させられてるので、錯覚してしまうのは仕方ないんですが、そういった気持ちになってしまって、とにかくすごいと言われてる人に近づけば、 自分もシンプルに楽に簡単に億万長者になれるんじゃないかっていう風に思い込まされているだけだっていうことは認識する必要っていうのがあるんじゃないかなと思います。じゃあ現状化けの皮は剥がれてしまったものの、ゆうじさんやまこなり社長に近づきたければどうすればいいかっていうことを、ネットビジネス界の中心的な人物がどうやって中心的な人物になったのかっていう実例2つ出させていただきますね。まず1つ目、ちょっと名前は伏せさせていただきますけれども、まあ、K さんっていうネットビジネス界 の中心人物だった人がどうやってネットビジネス界の中心人物になったのかそれはですねネットビジネス界のある有名な人が運営するスクールみたいなところにまず入学しましたでその中で1000万円の売り上げを出したんですよただ、これ蓋を開けてみれば1000万円かけて1000万円売っただけなんですが1000万円かけての部分をはしょれば自分は1000万円あなたのスクールで売り上げを出しました。 ということで、その主催者の人に近づいたわけです。K さんからしてみれば、売上と月収っていうのは別物だけど、この1000万という数字は使えるぞ、ネタに使えるぞって戦略的に考えて、1000万円かけて1000万円売った、まあ、利益0円なので収入0円なんですけれども、まあ、そういう売り方をしたで主催者の人は主催者の人で、その売上と月収っていうのは別物だっていうのはもちろん分かってたと思うんですが、この K さんの実績を紹介し することで自分にとっても有益だっていう風に考えたので主催者の人と中心人物じゃなかった K さんっていうのが一気に近づいたわけですこれと同じやり方っていうのを与沢さんも行っていました与沢さんがネットビジネス界の中心人物でも何でもなかった時に川島さんという年収1億円ブロガーがいたわけですねでどうにか近づこうと思って年収1億円ブロガーの川島さんに近づきたいと思って川島さんに連絡したんだけれども初めは誰やねんこう 会う価値あるんかっていうことで返信すらもらえなかったんですそこで与沢翼さんは女の子を集めて川島さん女の子を集めたんですけれども一緒に会って飲みに行きませんかって言ったら川島さん行くっていう形で二人が一気に近づくことができたんですねのののの、ね、のでででがすすねその中 でユージさんに有益なプランっていうのを出せばいいわけですまこなり社長に関してもそうですね例えばユージさんに本当に近づきたいのであればユージさんも前に立つのはきついと思うので後ろに立って自分のことをプロデュースしてください自分の名前と顔を出して情報発信をするので裏でプロデュースしてくれませんかっていう逃げ道と利益を提示するっていうことがプラスだと思うんですねもしくは自分だったら自分実際タイに行って商品買い付けたりもしてるし現地のこともそれなりに詳しいので例えば自分がもし 言うのであれば言わないですけどね。言うのであれば、タイのこと結構詳しくって、現地のあれやこれや案内できるんですけど、あとタイに法人っていうのを立てれば、所得税っていうのをかなり抑えることができるんで有益なんですが、よろしければ一緒にタイ行って、タイの事務所だとか、タイの面白いところとか一緒に見てみませんか気分転換にもなりますよ、みたいな形で、逃げ道と利益と欲望をつつくってことですね。タイの政府族っていうのは、ものすごく自由奔放なところがありますから、欲望もつくことができると。そういったよりか

ないっていう状況がかなり厳しく作られている感じがするんですねで、後ろのベンチャーキャピタルみたいな人たちっていうのがもし10年前の私の同級生とかのうさ臭い連中だったとしたらまあ、逃げ道は結構ないのかなタイロは相当立たれているんじゃないのかなと彼らはずる賢く腰淡々とこういった前に立っている人たちっていうのを常に狙っているような人たちなので彼らに絡め取られているのであれば相当悲惨な状況なのかなっていう感じがしますまあ、こなりさんやゆうじさんというのをも もちろん一人の人間ですし今もフルボックに叩かれていますけれども人としての最低限のね基本的人権や生きる権利っていうのはあるわけですからじゃあ最後にまこなり社長やユージさんが生き抜くにはどうすればいいのかっていうのも少し話をさせていただきたいなとうう思います。まずはですね、ま、こなり社長やユージさん自分ではなく誰かを前に出したビジネスを行うか自分の後ろに誰かを立たせたビジネスっていうのを行う。ももししかしたらすでににさんも後ろに 誰かかかが手ぐすすすねね引いいいいてててるるるるももしししれななななり社長にに関ははおそららく投資家の人の人言いなりになっている部分も少なからずある気はするんですよ、ね、だから、かなり、ま、こなり社長の場合、このやり方は難しいかもしれないけれども、そういうやり方もあると。もしくは、お悩み解決系のグレーな物販で、リピート購入目的での販売を行うってことです。例えば、ダイエットだとか、毛穴が綺麗になるだとか、怪しい広告ドバドバ出てるじゃないですか。ああいう商売っていうのは、まずは無料でお渡ししますよ。もしくは、めっちゃ安くお渡ししますよ。 ここの地点だとかなり大損なんですよ。で、気に入った人が2回目購入してくださいます。この地点でも損なんですよ。で、3回目購入したらいきなり利益にガツンって転じるっていうスキームなんですね。リピート購入目的で3回目から利益を出すスキームなんで、あのやり方であればですね、顔を出さなくてもできますし、誰か別の人っていうのを代表取締役に立てて、適当にバーチャルオフィスで事務所を借りてですね、商売を行えばやれないことはないので、そういった形で自分を押し殺して、 もう完全に自分の名前と顔を出さないような商売であれば今からでもやろうと思えばできると思います。ただここに関してはですね、怪しい物販商材にはなってしまいますので、本当はそんなことしちゃいけないし、してほしくないけれども、そういうところでしか生き残っていく術が現状ないのではないかっていう器具も踏まえて、あえてこんなね、危なっかしいことを言っちゃってます。冗談半分で聞いていただきたいんですけれども、まんざら嘘ではないことなので話をさせていただきました。と、まあ、とにかくですね色々とお話 させていただいたんですけれども、実力以上のことをやっている、もしくはやらされている人の特徴っていうのがあります。自分が見てると、まこなり社長に関しても、ゆうじさんに関しても、この四つの項目当てはまると思うんですが、まず一つ目、とにかくお金持ちアピールをする。例えば、まこなり社長の場合は、社員の誕生日でパトカーを借りて、警察だって言って逮捕して、で、パーティー会場に連れて行って、うんたらこうたらみたいな、まあ、わけのわからないね。セレブの、本当のセレブのハリウッドスターがふざけてやるようなことを、そのまま猿真似してや やるようなやり方で自分めっちゃ金持ってるんですよすげえお金の使い方してるんですよで実際月に70万円ぐらいのとこ住んでるじゃないですかそういうことをやってとにかく自分を大きく見せるって金持ちアピールをしていますよね月収何億円だとか年収何千万円だとかまあ、そういうやり方をしてるで2つ目数字をごまかすっていうことですねまあ、この社長の場合はプログラミングスクールテックキャンプの転職成功率99.9%ってめっちゃ絶対嘘じゃないですかあんなもの再現性100% って言ってるネットビジネスの商材ぐらい嘘が明らかそんな99.9%転職成功するわけはないんですよまあ、そういったものっていうのを思いっきり出しちゃってるっていうのもよろしくないですよねで次3つ目そして4つ目っていうのは私の主観的なものも入っているんですが目が怯えているんですよねすごいことを言ってるしものすごく淡々と話してるんだけども目の奥っていうのがものすごく怯えている感じに見えてしまうのは何で,でしょうか実際何か怯えている部分隠している部分嘘 ついいててるるる部分があかから怯えてるんじゃないんでしょうかおそらく潜在意識的にも自己暗示をかけて自分は本当にすごい人だ、すごい人だっていうことを心の中で反芻しながらアピールしてると思うんですけれども嘘は嘘だっていうところがその心の中の中の一番真の部分でわかってると思うんですね。自覚いくら自己暗示かけて自分のことをごまかしごまかし発言していたとしてもその心の奥底にある部分っていうのは絶対嘘つけないと思うんです。だからそれが目の怯えで 出てしまっているんじゃないかなと思いますそして4つ目顔があどけない稚拙な顔をしているってことですね若々しいとか若作りをしているとかではなくってとにかく顔があどけないんですよゆうじさんもすごい悪い言い方をすれば高校生がお父さんのスーツを勝手に借りパクして着ているようにしか見えないんですね要するにその服装いくらカッコつけたところで顔のあどけなさっていうのは変えることができないと思うんです男は背中で男を語れみたいなね男尊女気的なに ニュアンスもあるのかもしれないですけど、そういった言い方ありますよね。別に男だけではなくて女性だ で結局いろいろな人生経験を積んで七天抜刀しながら一生懸命生きてる人っていうのは顔や背中に必ずその影響っていうのが良い意味で出てると思うんですね一方自分をでかく見せちゃう人自分の等身大以上にでかく見せちゃう人っていうのはそのでかく見せた自分の像と実物の像に乖離が起きてしまっているので結果的に幼いあどけない顔にいつまで立ってもなってしまって本当にそれだけの お金を得た人の年輪。別にシワとかじゃないけれども、雰囲気ですよね。そういったものっていうのが伴っていないっていうのは自分が感じるところです。というわけで今回はま、こなり社長やゆうじさんに共通したポイント、並びに、彼らも人間ですから生きる権利っていうのはあるわけですよね。で、最近っていうのは本当にえげつない部分っていうのもあって、木村花さんの自殺じゃないですけど、誰か叩くって決まったらみんなでボコボコに叩くっていう状況があって、正直そういうのはコロナの依頼 とかもぶつけられている側面も中にはあると思うんですよ叩きすぎてボコボコになってミンチになっちゃったらしょうがないじゃないですか人としてそこまでズタズタにされてしまったら正直そこは人としての最低限の生きる権利っていうところまでぐちょぐちょにされちゃってるのでそれこそ自殺してしまうとかね不本意な結果にならないようにするために何かしら何かしらそこはですね決してフォローするだとか擁護するっていうわけじゃないんだけれども逃げ道じゃないですけれどもね逃げ玉 終りみたいなもう何にも逃げ道がないところで今もう壁ドンされちゃってる状況なので逃げ道を作るってわけではないんですが心がちょっと逃げ込めるような空間を作るっていうことが人としての尊厳を守るためには大切な部分だと思うんですね逆の立場だったらもう やばいっていうのは一目瞭然じゃないですか。気持ち的に、特に精神的に。もちろんやってしまったことの責任はしっかりと負う必要があると思うんですが、とはいえあまりにも壁ドンみんなにされすぎちゃって、もう何千人何万人の人たちに壁ドーンって押されてる感じなんで、ちょっとここにくぼみを作ってあげる必要はあるんじゃないのかなっていうことを伝えたくって話をさせていただきました。最後に一つ付け加えさせていただくのであれば、繰り返しになりますが、ちゃんと っっっうに商売やてててる人っていいのはお金持ちアピールってそんんなななしないし生活も疾走奸役なんですよ詳しくは隣の億万長者っていう本を読んでいただくと一番よくわかると思うんですがなのでお金持ちアピールをしてる人っていうのは、まあ、大抵怪しいと思って間違いはないと思います今回の動画もしよろしければ高評価チャンネル登録の応援いただいて引き続きまたネット物販の話っていうのをメインに行っていくんですけれども何かしら皆さんの参考になれば幸いです 最後までご清聴くださりありがとうございました。では、失礼いたします。